それってもしかして緑色で刺繍の入ったやつですか？え、知っているんですか？そう、その族長のハンカチです。さっき見かけましたよ。落とし主が来ると思って壁のフックにかけておいたんです。ほら、あそこに。僕はさっきの壁を指さす。だがその先には何もなかった。僕が置いておいたはずのハンカチが一瞬で消えてしまった。まあそうそうそう、こういう風になることもあるからさよくないよね。あれ、さっきほんの少し前にここに置いておいたんですよ。本当です。目を離したのは一瞬なのに、どうして？もしかすると誰かが受付かチケットブースに届けに行ったのかもしれないですね。よし、ぐずぐずしてられません。探しに行きましょう。え、一緒に行ったの？ハンカチ？ここには届いてないね。今日届いた落とし物はライターと薬の瓶だけだよ。そんな、本当にないんですか？緑で刺繍の入ったハンカチ。ごめんね、このカウンターには届けられてないみたい。内線で他の部署にも聞いてみようか。お願いします。あれはジャックの宝物なんです。うん、わかった。ちょっと待っててね。見つかるといいですね。こんなことなら僕がスタッフに届けておけばよかった。いえ、仕方ないことです。誰も一瞬で物が消えるとは思いませんから。それでも申し訳ないよ。あのハンカチは誰かからのプレゼントなの？ええ、館長さんからいただいたとても大切なものなんです。ああ、そもそもジャックがハンカチを落としてしまったことが悪い。あんなに大切なものをなくすなんて、腹を裂いて死ぬしか。ここでも言ってんな。ジャック君、みんなに聞いてきたよ。どうでした？言いにくいんだけど、そのまだどこにも届けられてないみたい。あ、でも心配しないで。まだ閉館まで時間はあるし、これから届くかもしれないし。え、誰が持ってっちゃったんだろうね。猫ちゃんかな。だからその落ち込まないでね。うう、どうして。ジャックさん、泣かないで。僕もう一度あの周辺を探してきますよ。大丈夫、絶対に見つかりますって。いえ、お気になさらず。もうじき最後の上映が開始される時間ですし、お客様はジャックのことを忘れてください。リリーさんの言うように、拾ってくれた人がこれから持ってくるのかもしれませんから。そうは言っても。大丈夫です。バイトの猫さんと頑張って探してみます。なんかこれあんまり良くないエンディングっぽいな。にゃーん猫さんもそうだそうだと言っています。ではお客様、最後の上映をどうぞお楽しみください。みんな猫語がわかるんだね。さて、次はどの映画を見ようか。なんか見てないのはないよね。全部見たね。じゃあエンディングだけ、飛ばそうと思います。映画はとても面白いものだったが、僕はジャックさんのハンカチの件で頭がいっぱいになってしょうがなかった。あれは半分僕の責任でもあるし、僕がどうにかしなくてはいけないだろう。にゃーんその時ジャックさんのもとへ急ごうとする僕のそばを一匹のバイト猫が横切った。この子が持ってんのか？あ、持ってんじゃない？これじゃない？でも緑の縁のハンカチって言ったよね。緑色のハンカチとは言ってない。あれ？可愛らしい手で運んでいるのは上映に使うフィルムだろうか。ちょっと待て、あの子の頭の上に乗っているのはまさか。僕は通り過ぎる猫の頭から慌てて緑の布を取り上げる。緑のハンカチだった？緑の縁のハンカチじゃなかった？間違いない。これはジャックさんのハンカチだ。そうか、猫が下を通った時にちょうどハンカチがフックから落ちたんだな。
いや、気づけよ、猫。道理で見つからないわけだ。猫はずっと動き回っているんだから。僕は今度はなくさないようにハンカチを握りしめると、急いでジャックさんの元へ向かった。ジャックさん、ジャックさん。ああ、わざわざ来てくれたんですね。どうでした?最後の上映は。素晴らしかったよ。でも、それより、このハンカチ見つかりました。お手伝い猫の頭の上に乗ってました。途端、ジャックさんの目が輝く。僕の手から震える手でハンカチを受け取る彼は、涙を流しながらそれを抱きしめた。よかった。ああ、本当によかった。もう二度とこれを手放しません。ええ、心臓に縫い付けておきます。墓の中は面白いな、ジャック。心臓に縫い付けるってやばいじゃん。ああ、安心した。ずっと気になっていたんですよ。映画を見ている間も気が気じゃなくて。でも、これで心置きなく帰れそうです。上映中もジャックのことを考えてくれていたんですか?まあ、この件は僕のせいでもあるので。それはいけない。せっかくのお客様をあろうことか、上映中に上の空にさせてしまうなんて。それにあなたはジャックの命の恩人でもある。ちょっと待ってくださいね。彼はハンカチを握りしめたままポケットをまさぐる。そしてそこから一枚の小さな紙を取り出した。こちらをあなたに送ります。ここの映画館に任意で訪れることのできる招待チケットです。へえ。どうかこのチケットでまたこちらにお越しになってください。今度は最後まで存分に映画を楽しめるように尽力いたします。でもここの空間に何度も来るってことはなんか狭間にいるってことだからあんまり良くないんじゃないの。彼から受け取ったチケットは薄く透明でキラキラとラメが散りばめられていた。おもちゃのようで可愛らしいチケットだ。いいんですか?こんな特別なものをもらってしまって。元はといえば僕の責任なのに。いや、元はといえばジャックが落としたから悪いんじゃん?そのさらに元をたどればジャックの責任でもあるんですよ。いいから受け取ってください。まあそうだよね。わかった。これ大事にしますね。絶対にまたここに来ます。ええ、我々従業員一同、あなたを歓迎いたします。ご来場の際には、どうぞジャックにお声掛けください。劇場の特別ツアーも開催しますよ。ではでは、お帰りの際は足元に気をつけて、またお待ちしています。なんだかんだ主人公、優しいよね、どのストーリーも。ジャックさんは穏やかな笑顔で僕を見送る。名残惜しい気もするが、僕も彼も穏やかな気持ちなのは間違いない。さて、次に来た時は何を見ようか。僕の手の中では小さなチケットがキラリと輝いていた。ああ、どんなチケットなのか見たいけどな。はい、戻ってきました。次は、赤ちゃんかな?こっからまた、エンディングが変わるんかな?赤ちゃん。甥っ子が箱の中で何かを育てていた。それなあに?私がそう聞くと彼女は笑って答える。赤ちゃん。その返答に一瞬面食らったものの、すぐに合点がいく。ああ、なるほど。ハムスターか何かの赤ちゃんを育てているのか。見せて見せて。私は興味津々で箱の中を覗き込んだ。そこには赤黒くうごめく小さな肉片があった。ピクピクと小刻みに震えるそれには四季があり、親指があり。これではまるで。思わず後ずさる私の腕を甥っ子がつかむ。小さな子供の爪がギリギリと私の肌に食い込んだ。トイレに落ちてたの、内緒ね。未だに私はそのことについて
誰にも話せていない。本当の赤ちゃんってこと？トイレに落ちてたってことはそうだよね。なんか誰かが産んじゃった赤ちゃんを拾ってきたってことでしょ。すごいな。2つ目の映画が終わり、僕はシアターを出た。最初はどうなることかと思っていたが、なかなか映画を楽しむことができている。なんだかんだ環境への適応力が高いのかもしれない。ここら辺読んでないね。まあ狭間シネマに来るまでの記憶がまだ思い出せていないのが不安だけれど、僕は座っていたせいで乱れた上着を羽織り直す。その時白い服の端にちらりと赤いものが見えた。え？何これ？驚いた僕は慌てて上着を何て読むんだこれ、まくる。僕の胸元には赤いシミがじわりとにじんでいた。わあ、こっちって思い出す方かな、主人公の記憶。嘘だろ、今まで気がつかなかった。どうしてこんな大きなシミが、しかもこの色。なんか嫌な予感がする。刺されたとかかな。僕はそのシミの正体を確かめるため胸元に鼻を近づけた。大きく息を吸い込み匂いを嗅ぐ。この香り、これは血の匂いだわ。なんか良くないよね。じゃあセーブしようか。と一番最後でいいかな。血の匂いだ。やっぱりこの錆臭い重たい香りは間違いない。血だ。そう悟った瞬間、僕の脳裏に知らない男の叫び声と揉み合う二人の人間の光景がよぎる。なんだこのイメージは。広範囲に付着した血を見てパニックを起こしてしまったのだろうか。まるで刑事ドラマのワンシーンのようだった。あ、でも今はそんなことどうでもいい。僕はとっさにワイシャツを上着で隠す。この血がどうやって付着したものかわからない以上、人目にさらすわけにはいかないだろう。僕にはこの映画館に来るまでの記憶がないのだ。もし事件に巻き込まれてついた血だとしたら厄介なことになる。今のシミを他の客に見られていないかどうか、僕は辺りをキョロキョロと見回す。あ、ふと視線を感じた僕の背後。そちらを振り返れば、何人かのおじさん客の後ろで金髪の男が僕をじっと見つめていた。喋れない子ね。 B さんだ。僕の目が彼の視線と勝ち合った瞬間に、彼は物陰に隠れてしまった。見られた？この血のシミを？何も悪いことをしていないのに、僕の心臓はバクバクと鳴り響いてやまない。B さんはいつからあそこにいた？物陰に隠れて僕を見ていたなんて、どうして尾行みたいな真似をしていたんだろう。わからないことだらけだ。このシミも状況も僕の不安定な記憶も。不安で頭がぐらぐらしてしまった僕は思わず床にしゃがみ込む。血のシミと肌が密着して気持ち悪い。頭痛に加えて吐き気も催してきた僕は壁にもたれて息を整えた。その様子に驚いたのか、背後にいたおじさん客が心配そうに僕の顔を覗き込んだ。てか客に会ったの初めてじゃない？あ、黒ずくめ。おい君大丈夫かい？体調が悪いんだったら従業員を呼んでこようか？ああ、いえ、大丈夫です。ちょっと立ちくらみをしてしまっただけで。少し歩けば落ち着くと思います。あ、ありがとうございました。よろよろと立ち上がった僕を目を丸くして見つめるおじさん。驚かせてしまったのは申し訳ないけど、今はこの場を離れたい。どこか次の上映が始まるシアターの近くで休もう。ちょっと頭を冷やしてこれからのことを考えるんだ。うん、そうしよう。その時ふと首筋に
強い視線を感じた。嫌な予感がしながらも、最後に僕はもう一度後ろを振り返る。なんでこっちを見ているんだよ。やはりそこには B さんの姿があった。こちらを見透かすような彼の瞳が怖く、僕は慌ててその場を後にした。どこでもいい、離れたシアターに向かおう。なんか不穏な感じだな、こっちは。さて、次はどうしようか。背後のドアを見てないかな？背後のドア。深夜、飲み会帰りでフラフラになっていた俺は、突然の尿意に慌てて公園のトイレへ駆け込んだ。もちろんトイレの中は誰もいない。普段の俺ならその静けさと暗さに、何？おののいてかな？夜間の公衆トイレを使うなんて考えもしなかっただろう。だが今は脳みそがアルコールに浸されている上に、膀胱が限界ときている。この状態で怖いものなんて何もないだろう。ふふふ、間に合った。ことを済ませた俺は改めて周りを見渡す。カビだらけで蛍光灯がチカチカと点滅しているトイレ内は、まるでホラー映画の一場面だった。今にでも殺人鬼やお化けが物陰から飛び出してきそうだ。まあ、どっちが来ても返り討ちにしてやるんだけどね。したたか酔って気が大きくなっていた俺は、ちょっと悪ふざけをしてやろうと個室の開いたドアを大きめにノックした。なんでそういうことするかね。誰かいますかっているわけねえだろ。一人でボケツッコミをして少々気分が良くなったところでトイレを後にする。その背後、入ってます。のぶとい男の声が先ほどまで空だった個室に響く。俺は驚いて脇目も振らずにトイレから逃げ出した。相当離れたところで後ろを振り返ると、トイレの中から黒い影が手を振っているのが見えた。怖っ。いやもうそんなことすんなよ。だよね。3つ目の映画を見終わった。つかの間の安らぎを得られた僕は、落ち着いた頭でシアターを退出する。先ほどは血のシミやら B さんの視線やらでパニックになってしまったが、冷静になってみれば全部僕の思い過ごしだってこともあり得る。